こんにちは、デリッシュキッチンです。カラフルプレートピザを作ります。ボウルに強力粉 50g、 薄力粉 50g、 ベーキングパウダー小さじ 1/2、 塩小さじ 1/3、 砂糖小さじ1、無糖ヨーグルト 40g、 オリーブオイル大さじ2を入れ混ぜ合わせます。ひとまとまりになるまでこねたら、ラップをし、常温で15分置きます。ミニトマト10個は半分に切り、ブロッコリー4分の1株は小さめの食べやすい大きさに切ります。耐熱容器に入れてふんわりとラップをし、600ワットのレンジで1分加熱しましょう。冷凍コーン 100g は600ワットのレンジで1分半加熱します。紫玉ねぎ4分の1個は1センチ角程度に切りましょう。強力粉適量で打ち粉をし、生地をホットプレートの大きさに伸ばします。ホットプレートにオリーブオイル大さじ 1/2 を入れて中温に熱し、生地を入れ、そこに焼き色がついたら低温にします。ケチャップ大さじ3を塗り、ピザ用チーズ 80g を乗せ、トマトとサラミの薄切り 20g、 コーン、ブロッコリー、紫玉ねぎを乗せます。アルミホイルで蓋をし、5分焼いたら完成です。みんなで集まる休日やパーティーなどにおすすめです。